近況とこやりたいと思います。私は地球を
ましょうかね。先ほどは一応、めちゃくちゃご自宅の、勝手知ったる次女の部屋からちょっと懐かしい、あれですね、珍奇男やってみたんですがね、久しぶりにやりましたんでね、もう本当にボロボロでしたが、ちょっとね、お耳汚し、ちょっとテーマの前にちょこっとね、色付けするみたいな感じで、軽く聞き流して聞いていただければと思います。聞き流して言う割にでかい声出しましたけどね、イヤホンはぜひともつけて聞いていただきたいなと。さて、宮本浩次大先生でございますが、今のところですね、全国各地を後半ですね、縦横無尽ツアー、縦横無尽に駆けずり回っておられますね。この間も甲府であったということで、とにかく今はもうちょっとオミクロン流行ってるからね、もうスタッフの間に一人でも出ないようにね、本当に中止にならないようにしてほしいと思うんですけどね、もうぜひとも地方の人のためにも。初めてね、宮本浩次を聞くっていう方で、最前列だったとかいう方とかね、すごい人がいてますからね、すごいな、それは。私も長年、あれですよ、ファンクラブ入っててね、最高が前から12列目だったからですね、いや、そんな、10列目でもなんか失神しそう、今はもう、あかんやろみたいな感じで、体力を持つかなって感じですけど。はい。というわけですね、今回は何やるのかと言いますと、前回は、ですね、結構日にちの経ってない急に宮本浩次を知って、急に宮本浩次エレカシを知って、急に沼に落ちたエビバデさんのためにですね、ちょっとこれは最初から聞くにはとつきにくいぞっていう CD をね、5枚ほどご紹介したい。前やりましたとつきやすい CD ベスト5の反対のとつきにくい CD ベスト5っていうのをやるんですけど、ちょっと私今日長女が歯医者で主人が連れて行ってくれていなくて、結構長い時間があったので、家の中でちょっとそっと月肉 CD をかけたんですよ。ゆっくりできねえねもうね、ちょっと正座して聞くかもなんかしないと、もうゆったりはーらららみたいにはならないですね。もう本当に落ち着かない、もうほんでずっと叫んでるしね、大丈夫みたいな感じ。だからこれをちょっと聞かされてたうちの子供たちはちょっとかわいそうだと思いますね。うちの子供たちはちょっとトラウマになってるかもしれない。もう初期のね、CD が。もう申し訳ないですけど。これも個人的見解なんでね。皆さんがもう嫌だとかさ、聞きたくないとかじゃないですからね。特にこの間のツイッターで知り合ったエビバデの方が、生活を聞いてすごいって言ってたから、生活を聞いてすごいって言えるあなたもすごいよみたいな感じですね。私から言わせたらね、すごいアルバムですから、あれも。はい、というわけでちょっとねサクサクと言ってみましょう。あんまり長い時間喋ってると帰ってきちゃう。さあ、エレファントカシマシのですね、もう初めてファンになった方、これから昔のねアルバムを聞いて、だいたいねレインボーとかね、ウェイクアップとかね、テコマクマヤ君聞いたりとかね、ずれてる方がいい聞いたりとかで、昨今では夜明けの歌、ソロ活動を聞いてね、エレカシのファンになったっていうことで、初めてエレカシの新春に行ったっていう人も多いですから、もう遡って聞くにあたってですね、要注意というか、これいきなり聞いたら弾かないでねっていう、私の余計なあれなんですけれども、主観です。久しぶりに聞いてみて、これはきついなって思いましたね、正直ね。私、長年のファンですけれども、これを聞いて私は、やっぱりちょっとストレスを解消してたんだ、どんだけのストレスやねんみたいな感じのね、すさまじいアルバムでございます。今から紹介します。まずじゃあですね、ちょっとエレファントカシマシのとっつきにくいアルバムベスト5の5枚目、どうしようかな、じゃん、奴隷天国。これね、意外ととっつきやすいです。これははっきり言って、メロディアスですし、奴隷天国というすごい曲が入ってますけど、もう何でしょう、私結構カバーしたんですけど、奴隷天国カバーしたりとかね、そうだからね、奴隷天国、太陽の季節、絶好の歌、お前はどこだ、日曜日調子はどうだ、カッコ閉じるですね、で浮世の姿、果てしなき日々、いつもの通り道、寒き夜、割とこのバラード系をね、後ろに持ってくるってパターンなんですけど、このね、この顔見ても大体わかるでしょ、もう尖ってるなーって感じ、もうなんかもう、もう
汚らしい大人たちの言うことなんか聞きゃしねえぜみたいなさ、そんな感じのね、息が感じられる、ね、石くんがちょっと太ってますね。はい、太ってます、石くん。本当にね、石くんもまた今回髪型どうしたんでしょう。これはですね、まあ、聞きやすい方です。聞きやすい方って言ったらなんか失礼ですけど、聞けます。まあ、まず最初にこの奴隷天国に当たっても、すごくかっこいいって思える、まあ、素直に思えるアルバムであると思います。まあ、とにかく奴隷天国が結構有名な曲なんでね、それ以外もあのいい曲いっぱい入ってます。まずね、これも聴いていただけたらと思います。大丈夫って言ったら、大丈夫って言ったらあかんぞ。そして次、ドルーン、エレファントカシマシのとっつきにくい CD、ベスト4の4枚目はこれだ。私が死ぬほど好きなアルバムですね。エレファントカシマシ5。これもメロディアスですけど、初行が入ってます。最後に、ラストに。あーってやつですね。延々続きます、初行がね。で、結構ね、こう、明るい歌が、まあ、多め。だから、まあ、その、さっきの奴隷天国とどっちにしようかと思って同じぐらいなんですよね。これはまあ同じぐらい。もう本当に聞きやすさとしては同じぐらい。でもこっちの方が暗いから、もう言うたら、エモくなくて暗いんですよ。ただ単に暗いみたいなね。でちょっとこう、なんだろう、当時若かったのかな、宮本さんがこう、なんかの普通の世間の人々の暮らしを、はって鼻で笑うような歌詞があったりとかするんですよ。まあ誤解されがちなんですけど、それを憧れてないわけではなくて、もうそういうのに俺はなれないけど、どうなんだろうみたいなね、もうすごいですよね、もうちょっとね。新人俳優みたいな顔しますけど、この時にね。で、石くんはまたすごい太ってますけどね。まあこれ何回も出しました。そうですね。これがだから、エレカシ5が、私は一等好きなアルバムなんですけど、古いアルバムの中ではね、好きなんですけど、まあまあ、4位ということでですね。さて、過ぎゆく日々。エレファントカシマシ5ですね。過ぎゆく日々。シャララ。無事なる男。私の一番大好きな曲です。何もなき人よ。俺の友達。大変でした、練習するの。夕立を待ってた。暇つぶし人生もコピーしたかったんですけどね、できませんでしてね。で、お前の夢を見た振られた男、これもちょっとやりたかったんですけど、ちょっと実力が追いつきません、できませんでした。で、通りを越えゆく、そして初行ということになっておりまして、結構こうミニマムな感じですね。世界に広げて俺の世界をとかいうドンと行こうぜじゃなくて、ちょっとこう火鉢に当たってなんかね、しみじみと思いやるようなね。あのでもはっきり言ってもう最初のアルバムよりは格段にメロディアスになっているので聞きやすいかと思います。またこのちょっと奴隷天国と同じぐらいかなって感じですね。まあそういうことですね。さて、そうしましたら次はですね、レカシのとっつきにくいアルバム第3位、ドルルルザン、これですよ。浮世の夢です。逆でしたね、さっきね、歌詞カード入れそこなんですよ。浮世の夢ですよ。まあね、これこっちね、はい、浮世の夢でございます。皆さんよくご存知の、ご存知、結構ご存知だと思う。序曲夢の詰まったうつらうつら上野の山 GT、 こちら新居男入ってる。新居男、浮雲男、見果ての夢、月と歩いた冬の夜というラインナップになっておりますが、まあこれがもうさっきもね家でかけてたんですけど、まあね、ちょっとすっげえね、もう知らない人が聞いてたら何聞いてんのあんたっていうぐらいちょっと激しいです。あのボーカルももうそのまんまでやってるって感じで、もうだから初期の頃はもうほとんどその宮本さんボイトレしてないと思うし、ボイトレしなくてあれだけの声が出ると思うし、ずっと叫んでるんですよ。がなってるというか叫んでるというか、そういう歌いっぷりなんで非常にね、厳しい。まあ私このこれからですね、上野の山とかいい曲だなと思ったのはね、あのルミルミさんって方いらっしゃいまして、非常にギターの上手なあの方が女の人の声でカバーしてね、あ結構うつらもいい曲じゃん、上野の山いい曲じゃんと僕は思ってね。で本来のエレカシ聞いたら、わすげえ曲だわとか思ってすっごいもうだなりっぷりがね、もう半端ないです。もう なんだろう、こうどうやって生きていったらいいんだ俺はみたいな感じがずっとね延々続く。デビューしたはいいけどなんかどうしたらいいんだみたいな感じの
そんなようなね、大脳がね、ちょっと聞こえるような感じがいたします。まあまあ、そこまで大げさではないですけどね、まあ、頑張って やってたし、お客さんもいっぱいいたと思います。まあというわけで、これがまあ本当にとっつきにくいアルバムね、第3位ということですね。まあ、まあやっぱり初期のものになるんですよね、結局。はい、それではですね、それでは続いてですね、エレファントカシマシのちょっととっつきにくいよってアルバム第2位、ドルーダン。これが来ると思ってたでしょ皆さん。生活、もうね、これはね、あのね、もう一回聞き直したんですよ、私も。ちょっと朝からずっと聞いててね、 To Find Life 以来もう全部叫んでます、はっきり言って。偶声と頓声ね、有名な曲なんで、みんなする途中からもう叫んでますね。で、男は行くに至ったら、男は行くから始まってるから、もうまあ一発目でダメな人はダメだと思う、多分このアルバムで。男は行く、凡人、そぞろ歩き、 To Find Life、 To Find Life ですね。偶声、頓声、月の夜、晩秋の一夜、ちょっと読み間違ってますけど、はい、なんですよ。もうね、きついわと思って、ちょっとね、体調もね、悪いもんでね、久しぶりに聞いてね、これを私は聞いていたのかと思って、見返しました、自分の人生。やっぱりそれだけ辛かったのかなと思って。でも確かにこの大のうとした感じ、もう本当に なんて言うんだろうな、もう本当に難しいんですよ。激しい感じでこう歌ってくれるのがストレス解消にはなります、はっきり言って。ああもうなんか、もう仕事で嫌なことだって、イライラさ、うわーって感じ、もうそういう感じで聞いてたかな。もうなんか、だから言うたら、もう家の中でこうコーヒー飲みながらこんな聞くような感じじゃなくてさ、もうなんか正座してこうずっと待って、こんななって聞くような感じ。うわー、だか早くなりたい、そうか男は行くんだなみたいな感じで。まあ、唯一私が好きな To Find Life がね、結構この中によってはもうメジャーな曲なんで、というか軽い曲、すごい明るい曲なのでね、結構好きなんですよね。まあ、偶声と頓声、月の夜、晩秋の一夜、ここらに至っては、最後の4曲に至っては途中からずっと叫んでますからね、叫ぶね。で、まあ本当に面白かった発見がありましてですね、声が若いですね、やっぱりこの頃の、初期の頃の声が明らかに今の声と違います、宮本浩次さんの声が。もうだからちょっと青臭いっていうか、子供っていうかね、なんて言うんだろう、今はやっぱり大人の男の声であって、この頃は本当に若きロックバンドの声って感じですね。なんかちょっと久しぶりに聞いたんでね、そう思いました、びっくりしました。そしてですね、とっつきにくいエレカシのですね、まあさっきのこれがね2位ということで、まあ2位は分かってもらえると思うんですよ、これ。でもしかし、これを聞いてさ、もうエレカシってすごいって思ってくれるファンの人がすごいなと思う。いや、もうこれでエレカシを好きになるファンもいてると思うし、エレカシの本質っていうのはこういうもんだと思って始まってるから、まあ、いわゆるそれで途中からね、メジャー路線に行っちゃってこう離れていった人もいると思うんですけど、さて、さあ、栄えある第1位でございます。誰も期待しておりませんが、ごめんね。エレファントカシマシの超とっつきにくいアルバム、ナンバーワン、ドルルダン。なんでって思うかもしれません。The Elephant Kashimash 2でございますね。いやー、これがね、聞き直したら、まあ、すごい。まあね、有名な歌多いですよね。優しいか、おはよう、こんにちは。金でもないかと、土手、太陽ギラギラ、さらりさらさらり。ね、それ、幻覚、ゲッタ、ベイビー、ああ、流浪の民よ、自宅にて、待つ男。まあ、ここの中でも待つ男、一番メジャーで私も好きだって言ってたんですけど、もうね、1曲目の優しい川からさ、全然優しくないからね。もうガーってなってるからね、おはようこんにちはもかね、もう全部もうなんか叫びまくってるって感じ。でもこういうのを好きで、ロックというよりもはやパンクじゃないのかなと思うんですよ。そのね、線引き私はよくわかんないんですけど、 Google でググったらわかると思うんですけどね、ロックじゃないよなとか思ってしまって、パンクだよなと思ってしまう。もうなんか激しすぎて、ちょっとね、だから私もですね、言うたら孤独な旅人、まあ悲しみの果てから入って孤独な旅人を PV 見てファンになったので、いわゆるね、明日に向かって走れのアルバムから、だんだん遡っていって全アルバム揃えて、もう、エレファントカシマシ1から聴いていきましたけどね。
エレファントカシマシ、ジ・エレファントカシマシ1枚目はね、すごくね、ロックなアルバムなんですよ。もう本当に普通に聴けるなっていうか、普通に聴けるっていうかね、全然もう、叫んでるんだけども、で、まあ、前にインスタの方がおっしゃって、まあ、またルミルミさんの話になりますけど、ルミさんがおっしゃってましたけどね、非常に初期の、エレカシは、あれですよ、岩野清志郎さんの影響が強いなって思ったって言って、まあ、私もそう思います。宮本浩次ご本人様も、清志郎さん大好きで、って、そういうロックバンドをしたかったっていう感じでこれなんですよね。で、ファーストは本当にね、もう、今ね、RC サクセションっぽいです。ぽいって言ったら申し訳ないですけど、また来られるかもしれませんけど、まあまあ私の感覚ですからね、まあ好きに言わせてくれいいって感じです。もうね、そう、もうこれはすごいですね。ちょっと体力がないと聞けない、多分。だから私はちょっと今日ね、体力がないからしんどかった、はっきり言って。うわうわ、ああしんどいと思いながら、用事しながらね、ずっとね、誰もいないからリビングで大音量流してね、もう止めようかしらって思ったぐらい、もう疲れました本当に。だからよっぽどこうね、余裕のある時に聞いていただくといいかな。でもかっこいいのは、まあかっこよさにおいてはね、すごいですね。もう洗練されていないザラザラしたかっこよさです。言うたらもう今のエレカシが本当に洗練されてて、ポップでメジャーで、もうそれでもザラザラとした質感とか怒りとか全部残してて、それが全部体現されてるバンドだとするなら、もうこれはもうザラザラの、もうね、何も手を加えてない感じ。プロデューサー何をしてるんだって感じの。もうだからね、なんて言うんでしょう、そのね、私ボイトレ通ってるって、ボイトレの先生に言われたんですけど、宮本浩次さんの周りの方は声かすれたりとか音飛んでたりとか注意しないんですかねって言われて、なんだろう、そんなこと言われたの初めてだとか思いながら、いやでも確かに聞き直してみたらね、これでいいんかっていうぐらいに、声かすれたりとか平気でもう出しますからね。これなんかでも声が出てねえだろうみたいな、まあ最近皆さん感じられたと思うんですけど、もうすごく自分が出せないような高音域の音楽を作ってしまうじゃないですか、宮本浩次。それで出るか出えへんかでヒヤヒヤするファンもいてるという、そういうことなんですけどね。だからやっぱりそのね、そこら辺がこう、私まあユダのエピックさんのことすごい怒ってたんですけど、自由にやらせてもらってんなって感じはしましたね。学生さんからバンドになって、もう宮本浩次の才能を買ってですね、もう自由にやらせてたんだなと。でも自由にやらせてたらね、売れないんであってね、本人が苦しむだけなんですけどね、本当に思うんですけど、本人がもう本当自分でなんとかしようなんとか苦しんで苦しんで、だからもう売れたのがもうこの30年経ってからっていうのがね、私はちょっと30年月がね、もったいなかったなと思うんですよね。全部いろいろ回収できたと思うしね。まあでもいろいろレコード会社を巡って、今ね、ユニバーサルさんとうまくいってるってことで、まあいいんじゃないかなと思うんですけど、まあそのソロ活動自体がいい起爆剤にもなって、でさらにエレカシの方にもいい影響が出ているというのは山崎陽一郎元編集長がおっしゃっておりましたね。宮本ビーキのね、宮本さん大好きの方、宮本ビーキっていうか宮本浩次のね、もうまだ学生時代から知ってるというね、素晴らしい方でございますけどね、山崎陽一郎さんね、もうよくここまで宮本を見捨てずに来てくれたみたいな感じしますね。本当にお父さんありがとうみたいなそんな感じしますけど、さあそれでちょっと番外編でございますけれども、これはちょっととっつきにくいのか、とっつきやすいのかっていうので、バン、東京の空です、番外編です。これはね、まずとっつきにくいから言うと6位で、まあ、とっつきやすいから言うとちょうど真ん中辺の、もうちょうどそのエレファントカシマシが変わっていこうとする、もうね、そのね、それを体現してるアルバムでありますね。すごくね、いい曲いっぱいありますし、まあこれから聞かれてもいいんじゃないかなっていうぐらいね。この間もだいぶ前のあれではとっつきやすいのはもう初めて聞く方にはこれこれこれって5枚選びましたけど、エレファントカシマシ1がそちらにも入ってましたけどね。エレファントカシマシ1枚知るには1枚目聞いてくれみたいな感じだったんですけど、まあこちらもそうですね、また新しい時代が来た。エレファントカシマシ1段上がった、ステージが上がった段階のアルバムでございます。この世は最高、もしも願いが叶うなら、東京の空、真冬のロマンチック、誰かのささやき、名曲です。甘い夢さえ涙、超名曲。極楽大将生活参加、
男ガキ道からっかで、明日があるのさ、星の降るような夜に、暮れゆく夕べの空。まあ、皆さんよくご存知、夜音でもよくやります。星の降るような夜にで、まあ、石くんが首根っこつかまれて振り回されてますけど、それ前にも言いましたけどね。もうね、石くんの髪型はどうなってるんでしょう、今回のエレカシの、ね、カレンダー見て、どうしたんだ、この人はって思うんですけど。どうなんであたりガンガン髪型変えるのかね。もう長い間ちょっといない間になるけど変えたくなるんでしょうかね。面白いですけど、石くんの髪型には超期待ということでね。この頃もちょっとね、石くんね、お太りになっておられますね。ぷくぷく石くんです。ぷくぷく石くん。トミーとせいちゃんそんなに太って、宮本先生は相変わらずかっこいいこの感じですけどね。これはね、本当にね、エポックメイキングのアルバムでございまして、これすごいよって言ってロッキングオンで紹介されていて、ああそうなんだと思って、で遡ってきて、やっぱりこれはすごかったな、東京の空すごいなと思いました。もうこっからドーンと変わってきましたからね、ドーンと。いわゆるここは誰かな、うん、あ、これもエピックソニーなんですけど、契約切れたんだったかな、まあそういうのは詳しい方はね、知る。ここで契約切れたのかな、東京の空でね。もう悩んで悩んで作ったと思うんですが、もう本当にいい曲ばかりです。これもなんか言うたら、あのエピック時代のベストフルベストみたいな感じね。ちょっと不思議なのはね、同じような曲を2曲あるんですよ。極楽大将生活参加と男ガキ道からっかでが、割とこうなんて言うでしょう、あの明るい、なんかなんでしょうね、あ、海援隊を意識したような曲でしたね。男ガキ道からっかでね、あんたが大将って入ってましたからね、すごいなと思って。じゃあ極楽大将生活参加の方にあんたが大将ってあったから、あら、まああんたが大将なんだとか思いながら、そうそう、そういうことでですね、まあこれはまあ番外編ということで、エレファントカシマシのちょっと初心者の方には届きにくいかなっていうね、アルバムを並べてみましたが、まあ予想通りという感じでございますね。まああの一番がこれっていうのはちょっと意外だったと思いますがね、一番すげかったっていうか、逆にすごいエレカシを聴いたのはこれを聴けって感じですね。2位ですね。またそれに輪をかけてすごいのを聴きたいならこれを聴けですね。そしてまたもっとすごいのを聴きたいならこれを聴け、まあ、この3枚は本当にね、あの全然違いますわ。もう最初の最初のあの初期衝動だけで作ったような感じがします。うわー、いくぞーって感じ、うん、それがねここに集まってます。そしてここら辺になりますとね、ちょっとやっぱりあの真面目にちょっと人生を考えようみたいなさ、真面目に人生考えてると思うけど皆さん、ちょっと曲に関してちょっと頑張ってやっていこうぜみたいな感じがねすごく見える感じ。なんか前にあのインスタで見たんですけど、山崎陽一郎さんがあのインタビューしてて、大体どんな風にして曲作ってんのって言ったら、まああのスタジオ入って宮地があの花歌みたいなの歌って、ギターで鳴らし出して、それが曲になって、それでやってるって言うから、無茶なことをしているなと曲作りってそんなもんじゃないですからね、本当はあのプロの曲作りって、もっとプロデューサーの人が入ってね。私エアロスミス結構好きなんですけど、エアロスミスも行ったことに、エアロスミスのあのそのなんだろう、スタジオのドキュメンタリーがあって、きっちりあれだけベテランの方でもきっちりプロデューサーの言うことをね一言一句聞いてましたって、こんなに聞くもんかってあの見た人が言ってましたね。私ごめんなさい、ドキュメンタリー見てないんですけど、それほどプロデューサーの言うことを聞いてきっちりお行儀よく、ここはこう弾きなさいって言われたら、はいみたいな感じだったらしいんですよ。だからでも本当にねやりたい放題だったのかなって、今にしてもいえばこれを許したエピックは偉いぞと私は改めて思ったわけでございます。というわけでちょっととっつきにくいとは言いましたが、まあエレカシのね、もう本当に最初の本当にポンとこの世に出て、もうすごくこう苦しんだり悩んだりして生きてきた証がここにすごく、この3枚にはすごくね如実に出ているわけで、この3枚ね。そうでもここからこう大人になっていくわけですよ。ちょっと売れる歌作らなきゃなみたいな。でこれはでも暗いよ。でもその後にドンと落ち込んだのがこれかな、エレカシパイプかな。そして最終的に東京の空で本腰を入れたって感じがしないでもないですね。というわけで今回はまあちょっとまあまああのさらっと言ったつもりがまたね24分と30分ぐらい、20
5分ぐらいになってるので長くなりましたね。また長く喋ってしまいましたが、ちょっと久しぶりだったもんで、ちょっとあの体調もね良くなりましたので、そろそろ行こうかなと思いまして、まあまあ今回はまあこういうことになりました。でまあ言うたらあのその後のじゃあアルバムはどうなのかと、その後のまあそのね、あの明日に向かって走れとっつきやすいよ5枚ぐらい、とっつきやすいとっつき肉以外のあの CD は完璧です。もう何も言うことはございません。これがいらん曲とかこれいる曲とかもう全然もう何もあの何聴いていただいても OK みたいな。ライフとかね、もう言うたらのライフ以降も今 の出てるね、あれです、ワインディングロード、悪魔のささやきにしてもそうですよ。もう何をしても何を撮ってももう今ね完璧すぎて言うことはございません。エレガシーに関してね、このアルバムはちょっとねみたいなことはね、私もまあ言えませんし、音楽的に何もないので、はい、でもなんかあの曲作りのね、なんだろうな、すごく原始的やったんかなっていうのはちょっとね伝わりましたね。もうなんやろう、これとは全く違う、これとこれが違うんですよ。いわゆる東京の空と沖縄の夢じゃないわ、こっちだな、A1 とカシマシ2ではね大きく違います。うん、あのしっかりとあの計算されて作られているのが東京の空であって、こちらはもうそのまま初期衝動のままずっと突き進んでる感じがもう見えますね。それはなんとなくわかります。私もちょっとね、私もあのギター下手ながらオリジナルを作ったりしてるもんで、なるほどねって、最初のなんか最初100曲作って100曲作ったんだよ、それが100曲も作って今150曲目に差し掛かろうとしてるんですけど、オリジナルがね、だん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 そのねパターンが分かり出してきて、その私の歌い方と私の手癖とかがどん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 出てきて、もう大体そういうこういうここのコードが来たらこうなるなってことは予想がつくようになるんですよ、人間ね。恐ろしいですよね、100曲も作ってるとね。もう200曲300曲死ぬまでちょっと作り続けたいと思うんですけど、曲はで毎週貯めてガーって曲作って、毎晩なんかね思いついたらガーって歌詞書いて、最近はちょっとあのもう最初に歌詞書いてもうコードをつけてもそのままで弾いてとかで、歌先行になるとメロディー先行になるともうすぐしんどいんですね。コードを合わせ方知らないから、もう本当にね、松田聖子さんの話し聞いてちょっと羨ましかったです。あの松田聖子さんのお風呂場で歌ったやつを本間克之さんなんかに渡したりして、これじゃあ作ってって言ったらもう綺麗な曲になって帰ってくるわけです。そんな人はいねえべ、もう本当に私の周りに。まあね、昔私バンドやってた時はそれをバンドメンバーがやってくれてたんですけど、ご苦労なことやらせたなと思ってね、思ってます。本当に申し訳ないことしたなと思います。もう自分で作れよ、で自分で弾けるようになったら自分で歌えよって、もう昔の歌もちょっと歌っていこうかなとか思いましたけど、ね、いやまあ、あ、もうね、20分過ぎましたね。28分になってしまいましたね。もう何やってるのか。というわけでですね、今回は、前回やりましたエレファントカシマシのとっつきやすいアルバムベスト5の逆で、エレファントカシマシのですね、ご新規さんの方にはちょっととっつきにくいかなっていうアルバムを紹介させていただきました。っていうかまあもう前半の初期のアルバムなんですけどね、エピック時代のアルバムなんですけどね、全部でもそれぞれに違うっていうか違うので、もうそれをちょっとね一応言ってみたかったかなと思います。はい、というわけでぜひとも、まあ、もしもちょっとなんだろう、サブスク聞いてちょっとつついていけないわと思った人はですね、ぜひともですねこっちの方をお待ちをしに聞いていただくとか、まあいわゆるそうですね、ね、こっちの方を中心に聞いていただくとねいいんじゃないかな、東京の空と、まあ、奴隷天国をね聞いていただくといいんじゃないかなと思います。そしてヤオンの DVD で散々パラね、あの昔の曲をやっておられるので、そっちでまだねあの復習されてまたサブスクで聞いてみるっていうのがすごい、ね、アルバムは何回も言いますけど一個の生き物でございます。いわゆるこれの1曲目からもう10曲目でいろいろ決まるわけですよ。だからね、できたらねまとめ聞きをしてほしいなと思う。そのサブスクでちょこちょこいいやつ拾うんじゃなくて、もうそれ前ねカンジャムで言ってた人がいたのよ、アルバムは一つの生き物だからって。本当にそう思いますわ。アルバムによってもカラーも違うし作り方も違うし歌い方も違うし、もう特にエレカシみたいに成長を遂げてきたバンドは何もかもが違うんで、ぜひとも1枚ずつちょっと今日はじゃあ1枚目聞こうかな、今日はじゃあ2枚目聞こうかなみたいな
コーヒー飲んだりしたりしながら聞いてみてほしいなと思うのでございます。というわけで、これからまたね、3月まで沖縄までね、縦横無尽ツアー続きますけど、ぜひともね、あれが、コロコロコロちゃんが出ないようにね、祈るばっかりでございます。スタッフの方にも出ないようにしていただかないとね、これ大変ですよね、もう本当に。もうはっきり言って、近所の小学校も、中学も休んだけど、保育所も休みになったんですけど、2日ぐらいでもうね、行政の方が開けさせてるんで、もうね、なんかもう、だから、繁殖力の割に、弱い、毒性が弱いらしいんでね、私もちょっと引いてたのかなと思うんですが、まあね、非常にだるい風であることは確かでございます。というわけでございました。ちょっと長々とまた喋ってしまいましたが、ゆっくりまあね、ブツブツっと聞いていただくといいという、ぶつ切りで聞いていただくといいと思います。というわけで今回は、まあ、エレファントカシマシの、ちょっとね、初めて聞くには、ヒーって思う、とっつきにくいアルバムを、ご紹介してみました。逆にヒーって思いがしたい方は、ぜひとも聞いてほしいかな。まあね、生活とかね、聞いて、ギャーってなってほしいかなと。それもね、一つの楽しみでございます。それでは、まあ、めぐりじでございました。今回は、まあ、ちょっと、地域男失敗バージョンでしたけれども、まあまあ、次回はちゃんと練習したやつを弾きたいと思います。それでは、めぐりじでございました。また、次の曲とおしゃべりでお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。ピッポ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 。あんたもやなさい。ピッポピッポピッポ。じゃあね、バイバイ。ドゥン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 。